これ、ピアノの除湿用に、置いてあるんですけど、除湿器です。2週間ぐらいすると水が結構溜まる感じですね。今日は、この水ちょっと取り出してみましょうか。この水たっぷり今溜まってますが、この水で草花って育つのかなっていうのをやってみます。持ってきたのはこれ G フィークってやつですね。水を吸って膨らんでくるやつです。で、これを、使います。で、こんな感じ。大きさ、500円玉ぐらいですかね。これ、水含めると、3センチ、4センチぐらいの高さに膨らんできて、まあ、ここに種を仕込んでやる感じです。土ポットって名前でも検索で引っかかるかなと思うんですね。初めて買いました。で、これをね、こういう感じで、入れていきたいと思います。まあ、こんな感じで。で、室内用ですね。あんまり屋外に置かないのかもしれない。で、まあ、これを何個ですかね。まあ、直径は広がらないので、8個くらい置けるかなというような、ちょっと瀬戸物の容器を持っていました。で、種はこちら、トルコギキョウ。キキョウの一種ですね。これ、ね、綺麗だなと思って買いました。で、今、種をまくと、8月、9月に、こう、花が咲くそうなので、ちょうどいいタイミングかなと思って、で、かつこれが、この今の土ポットでやりなさいと、発芽するまでやりなさいというので、ちょっとこれと組み合わせて、果たして、除湿器の水で行くのかというのを、ちょっと実験していきたいなと思ってます。で、こんな感じで並べてみますね。どれぐらい膨らむかわかんないんで、ちょっと綺麗に並べて水を入れます。チャパチャパチャパっとですね、結構多めに入れちゃおうかなと思ってます。結構吸うんですよ。後で分かったんですけど、今5ミリぐらい入れたけど、実はこれだと結構入れて30ミリぐらい入れてます。結構吸っちゃいました。で、こちらが、トルコキキョウの、トルコキキョウの種ですね。コーティングしてあるちっちゃい、こんなんですね。もっとちっちゃいんですね。綺麗な種ですけど、これを後で巻こうと思います。ちょっと膨らんできました。わかります?ほら、結構これぐらい膨らんでくるんですよ。で、これで真ん中、穴開いてるようで開いてないんで、ちょっとドライバーでちょっと穴開けてですね、ここに種をまいていこうかなと思います。ピンセットでやろうと思ったんですけど、意外とやりにくいんで、実は手でパラパラっと塩をまくかのようにやることにしました。こぼさないようにですね、だいたい10粒いかないぐらい、1ポット10粒いかないぐらいで、全部で75あるので、だいたい目安ですけど、90粒でやろうとしてます。ピンと合ってないですけど、こんな感じで黄色いので目立ちますね。全ポット8ポットに種を仕込んでみました。トルコギキョウ。だいたい今5月の17日、18日ですので、8月半ばぐらいかなに開花すると見てていいんでしょうかね。一月ちょっと、もうちょい早くも植えてもよかったんでしょうけど、まずは発芽するのが楽しみですね。ということで、ここに書いてちょっと斜めで申し訳ないんですが、20度前後、室内でやるということなんで、しばらく部屋の中でやってみようかなと思います。あとはですね、なんかいろいろ書いてありますが、これ後で読んでいいかなと、ちょっと、すいません、方向間違えてしまった。ということでですね、今日はこの辺で。